はい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 、どこかのやつとか、素晴らしい、すごいレース、過酷なやつ、これに何本の人が入ってるんだろうってずっと思ってた。普通考えると、まあ平等にするためにと、はいはいはい、女の人にもやらせないとっていう、今のご時世的なね、と思ってたのよ。ところがどうもね、多分だけど、男だけでやるよりも女の人が入った方が成績がいいんじゃないかな。多分男だけで行くとリタイアが増える。あ、みんな頑張って、うん、男だけ行くと一番体力のあるやつに合わせようとするじゃない、はいはいはい、頑張れっつって、うん、女の人も行くと女の人も結局一番遅れるよね、はいはい、その人に合わせようとするから、そうか、あ、なるほど、体力がバランスよく残っている、ね、うん、その4人、そのレースでさえ3分の2がリタイアするの、で実際ね、なんか昔は男だけでやってたりして、うん、そうするとね、ほとんどリタイア、みんな頑張りすぎて終わっちゃう、怪我して、うん、で1人でもかけたらもうダメなレースでしょ、はいはい、で男ってさ、一番ダメな人に合わせないじゃん。そうですね、置いていく、お前は根性ないから。はあ、これ考えた人、多分そのこと分かってたんだな。なるほどね。ね、そういうことか。トライアスロンよりもすごいレース。いや、もうとんでもないですよ。もう10日間ぐらいほとんど寝ないで。サバイバルレースって何か。昼も、夜も、もうその走るだけじゃなくて、いろんなことをやらなきゃいけない。あれは出られる人はもう、一人の人間しか、超人ですよね。超人だね。なんかそういうレース主催されればいいじゃないですか。ああ、まあフィールドサーフィンは主催してますけどね。あのマスターズ、うん。本当はね。そうなんだよな。ただそっちのノウハウが僕にないからね。僕は二十歳ぐらいからそういうのやってたらいろいろあったんだろうけど、うんうん、ないんだよね。だからあのエクストリームレースって出たことあるんですよ。実に面白かったです。それは。それ面白かったんだけど、やっぱね、うん、大人の障害物競争レースです。究極の。山とかってことですか。山に自転車担いで登ったり。あ、でその後マッチ連とかが、でも出た時僕ら3人出ないって友達集めて。そいつらも元気なやつなんだけど、これを52歳っていうかな、そしたら知識がないから、その辺のマウンテンバイクなんですよ、はい、なんていうの、安いやつ、はい、で1人なんか街乗りのこう三角形じゃないとこうなったやつあるんで、はいはい、だから抱えるってことを知らないから、ね、で、出場する前にみんな集まるでしょ、あれで、そしたらみんなが俺たちのことでクス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 笑ってなんだろうなって言って見たら、まあ、みんなとりあえずみんな自転車を倒してやるんですよ。はあはあ、私立ってるんですよ、うん。スタンドがついてる。みんな1グラムでも軽くしようと思って。そうか。俺たちライドがついたり、チリンチリンがついたり、風か、あ、そうですごい。泥よけがついたり。だから僕のなんか20キロも。で、後で聞いたらみんな10キロ以下とかね。本当にじゃそういうの。でそれを。本当後で考えてみたらよく俺たち20キロの担いでさ、そっちの方がすごいですよ、ね、すごいですね、登って降りてで降り方も知らないから降りる時に俺なんか前方1回転したりで、ただ良かったのはその浜に降りてきて今度浜の上を自転車で行ったりでいろんなねことさせられるんですよ。例えばこれ面白いんだけどこう1メートルの赤い紐砂山を作ってトンネルを掘って通せっていう命題を与えられる。で自転車を置いたら「はい」ってそのことを言われて赤ひも渡されて「あとはどうぞ」ってあの砂浜の、うん、その時に俺が役者でしょ、はい、で一人がねあの、下水管の工事人なんですよ。でもう一人が左官工なんですよ。すごいメンツ、結構いいメンツだったんじゃないですか。そう、その時にまずみんな他のチームにいたら闇雲に走っていって、はい、なんかやってるから待てっつってね、絶対ね砂を固めなきゃいけないから濡れた砂のところがある。だから俺はあの砂も川探すんじゃないですか、流れ込んでる下水のところをね逆に走っていってさ、見ていったら、あれ絶対下水だっていうことは、あの下に水が流れてるはずだから、そっち行こうってそっち掘ると、案の定ちょっと掘ると湿気出るわけですよ、はい、だから
こう重ねるのが割とこう小さい早いわ、うん、でまずそのどうやってこれを作るかっていうのを左官工がこうしろって言うからその通りやってそいつがペタ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 っていう間に固めて他のチームがこうなんか 手でこう手しか使っちゃいけないやってる時に俺たちすぐこれ作ってで次は掘るでしょ、うん、掘るのはその土管屋さんが手でねゾドドドドって他のチームが10分ぐらいかけるのを1分ぐらいで落ちちゃうそしたらあの審査員が来て器具を使ったらいけませんって言うんだけどってでスパーってやって紐をピュッと通してだからそこで僕らね20位ぐらい順位を上げてで次のとこ行ったらねその3人ってクライミング仲間だったんです、うん、次が竹の棒1本ポンと4メートルぐらいの渡されて、うん、高いところにそのあれがあるんですよあの、うん、その入れる、はい、なんていうの、はい、カンボみたいな、はいはい、それに入れなきゃいけない、うん、その竹の棒1本渡されただけなんですよでどうぞつまりどうするんだ2人が押さえて1人が登ればいいじゃないですか、うん、他のチームなんかまあ、自転車が飛ぶような人たちだからこう登れないんですよ、竹を、うん、うわーっ て倒れたりしてる時に、うん、俺たちクライミングだから、うん、じゃあねって言って2人が押さえて登るのに2秒おー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 って言ったらもう見てる人が、あすげえ。そこでも5位ぐらいどんどん、その後ね、なんかあったのもそれもすごく早かった面白かったそういう、だからそういう意味じゃ、そういうの主催するの好きです、うんうんね、ノアがないだけで、実はね面白いなと思うんですよで、僕ルール作るの結構好きだからそういうこう、ルートをこうしよう、うん、しようとかねもっと面白くしようとかね、もっと過酷にしようとか、ね、本当に楽しんでいる様子がもう想像できますよね、お話ももちろんですけども、うん、今までやられたことの本当に数たるやものもそうですし、種目的なものもそうですし、またあとチャレンジ精神もそうですけど、うん、本当に見習おうと思っても普通の方じゃなかなか見習えるところではないと思う、まあ、んだよ、俺そんなに、ね、特殊な体力あるわけじゃないから、トライアスロンってあるじゃないですか、はい、あれはね、俺出る気はあんまりないんですよ、うん、一つ管理されてるから、うんどっちかというとあんまり興味されてるジムも一緒だけど、うん、あんまり興味がないからないんだけど俺が考えてるトライアスロンが今三浦半島を東京湾側からこっち側まで一般道路を使わずに行く道見つけたんですよ山の中をずっと行けるつまり海から一回だけ道路を渡ったらそれでゆーって行って葉山のところに着いてまた道路を渡ったら海っていうそのルートを山の中をずっと行ったとしますね、はいそしてそこからウィンドサーフィンで伊豆半島まで行く、うん、そこから伊豆半島を自転車で問いの方に越えていくこのトライアスロンどうかで、その真ん中のウィンドサーフィンは、数年前にやったんですよで行けることが分かったから、うん、もちろんあのスプレーニングって言ってタラタラ行くんじゃなくて5時間ぐらいやろうとってドーンって行くんですけどねおこれはできるんだなっていう特殊な、まあ、トライアスロンっていうのは変だけどありですね、うん、ウィンドサーフィンさえできればできるんですそうですね、うん、自転車は誰でも乗れるし、まあ、それに今トレイルランニングって結構流行ってますからねそれにサップとか入れてもいいわけですから、ねまあうん、あれは本当はだからサップだと40キロぐらいだからこれは夜の俺25キロだから慣れるのとあと風を考えれば追い風で行けばね行けます7時間ぐらいあったら行くんじゃないかな40キロ時速6キロで60キロでしょああそうかああ違うか10時間7時間そうですね、うん、風考えればねあとこれはやりたいというのは何ですか空飛びたい空一切タッチしてないからそれはハングライダーとかパラセールとか、まあ、そういう、まあ、そっち系ですね、そうですよね、そうなんだけど
とのこと言えば、やらせてもらえるのは人工衛星から飛びたいっていう。昔ね、20年ぐらい前にそれよく言ってたんですよ。人工衛星の上からこう飛び降りられないかなって言ったら、石丸お前バカなこと言うな。降りられるわけがないだろ。あそこから何か発射したら燃え尽きるんだぞ。まあ、でそのことは分かってるから、その射出角とか、でっかいパラシュートとかだん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 小さくしていってね、とかいろいろ考え方があるから、でもお前空気ないんだぞって分かってるから全部防御して、で今やるようになってるじゃないですか。やろうとしてるじゃないですか。はあはあ、誰か何とかすごい高いと、だからまあ俺にはもうっていうか誰もやらせてもらえないだろうけど、やれるんだっていうことは分かるからね。だからあれはっていうより、まあ空を飛んでみたいというね。飛行機じゃなくてやっぱり、ね、僕ねエンジンがないものが好きなの。それね、全くないですよ。僕もね、動力もんダメなんですよ。自分は動力も乗るくせに、そうなんですよ、便利だから、ね、遊びはね、動力があると、なんだろうな、なんかインチキしてるような気がするんだから。なんか釣りでもね、ボート使えないんですよ。 あれがね、ダメなんですよ。なんか電動リールさえ使えませんからね。 あれもなんか卑怯な気がするんですよ。俺もさ、卑怯だと思って今、時々使ってるけど。そう、なんかね、卑怯だっていう気持ちはありますね。なんかどっかでね、インチキしてるような気がしてしょうがないんですよ。はいはい、だったら、どこまでもズルできるぞっていう。まあまあそうですね。その、さっき言った、ほら、サーフィンとウィンドサーフィンって話したいじゃないですか。はい、僕の持ってるのはね、年齢いったら道具はたくさん使うスポーツやった方がいいよと思ってるのは、例えばここから 100m の川幅があるところを向こう岸に行きなさいって言ったら、泳いで行くのが一番大変でしょ。次はサーフボードでこれ行ったから楽なんですよ。でもこれも大変じゃないですか。ウィンドサーフィンの方が楽なんですよ、できればね。もっと言えばジェットで行ったら楽なんですよ、エンジン。船に行ったらもっと楽でしょ、だから道具がたくさんあればあるほど楽なはずなんですよ。走るより自転車の方が楽だし、ね、自転車よりバイクの方が楽だから、だから年齢がいけばいくほどみんなはね、道具があったら大変だろうと思うんだけど、実はそれ反対 でウィンドサーフィンだって昔は大変だったって言ったけど、今はものすごく軽くなってるから、初めてね、もう私スポーツやったことないのって女の人が来て、とりあえず今 100m 乗れるんですよ。昔そんなこと考えられなかったから。例えばサーフィンが初めて来た人が もし立てたらすごいことでしょ。そういうことがね、今当たり前にウィンドサーフィンだったらできる。つまり道具が良くなったからもあるんだけど、道具を使えばということで言えば、今50歳の人がサーフィンを始めるかウィンドサーフィンを始めるかって言ったら、サーフィンを始めて俺できるとは思えないんだよ。あのテイクオフが、この筋肉をつくまでが大変なんですよ。実際俺一回だけ暴走で、まあ、ロングボードだけど、ちょっとやらせてって言って教えてもらってやったんだけど、テイクオフできなかったんですよ。だってこれが追っつかないから、それに追っつく頃にはもう息が上がっちゃって、俺でできないんだから、今から10年前ぐらいですけどね。でも皆さんにはできるんですよ。だからみんながきっと誤解してると思うのはその辺。石丸さんにとってチャレンジとは感じに。まあ一言で言えばゾクゾクすることだな。ドキドキしないとダメですよ。ドキドキワクワクしないと。ドキドキはね、例えば今俺好きにドキドキしてる。ゾクゾクはね、究極のチャレンジ、この間みたいな。やっぱそっちがチャレンジだと思ってるから、一歩踏み出す。これは来年もおやりになるんですか。いや、それね、今回で一応ファイナルチャレンジと、はい、みんなの助けがいるんですよ。一人でできないから、あまりにもみんなに負担かけすぎるから。しかもみんな自費で来てくれてるし、だからいつかファイナルしないといけないと思って今回ファイナルだよ。で、その時に、まあ、日本一の記録出なくてももうやめるっていう、まあよっぽどスポンサーがついてねって言ったらいいかもしれないけど、とりあえずで、それやめれば
他のチャレンジがまた始まるだろうし、チャレンジはね、自分の中でいっぺんにいろんなものチャレンジできないから、まあそうですよね、ゾクゾクだから、うん、実際帰りは車椅子で帰ってきたしだからみんなにも迷惑、仕事にも迷惑かかるからね。よろしいでしょうか。